まだ寝ぼけが姿の、あれちょっと三脚がうまいこといかないな、これセッティング間違えてってる。あれ、ちゃんと撮れるから、ここだ、よいしょ。まだ寝ぼけ姿の、すみません、まだ寝ぼけ姿の、あの中年親父なんですけど、昨日映ってたね、これ。どうも、宇多田ヒカルです。ヒッキーです。あ、宇多田ヒカルさんにちょっと名誉毀損で、あの訴訟問題になると非常に申し訳ない発言をしてしまいましたけど、これこの前あの古道具屋さんで見つけた、どなんかマグロ漁船の漁師さんがこうお土産に買ってきたもんの、あの七流れっていうか、なんか古道具屋の流れたやつで、俺アフリカっぽいなと思ったんだけど、なんていうか、マグロ漁師さんが航海するとこってアフリカ湾とか、アフリカ洋とアフリカ沖とか行くのかな、そんなわけない、インド洋とか、あの太平洋のあっちらへんな、あの南米の近くとか、まあ、ビキニ沖水域でマグロ漁してた人が水爆実験で被爆して亡くなったこともあるから、あっこら辺かな、あっこら辺のあのこういう置物なのかな、結構こうゴールデンカムイって感じで、まあこう木彫りのあのこういうもんには神が宿る、カムイが宿るっていう、あの噂っていうか、そういうし、あの学術を読んだことがあるんで、学術じゃない、そのまあそういう話を聞いたことがあるんで、これはまあそのどっかの国の外国のカムイ作品なんだ、神作品、神か、うん、そう、多分女の人だこれね、あの妊娠してる女の人をすごく崇める風習が、まあ俺が読んだのはアフリカのこういう木彫りの彫刻に関しての書物なんだけど、女の人の妊娠中の姿を崇めるっていう、あの多分女の人だと思う、これあの栄養失調でお腹が膨れてるんじゃないと思うんだけど、まあそういうデフォルメされた芸術作品が多いらしい、昔からね、伝統として。なぜかっていう、その経緯に至っては、妊娠中の1年か2年ぐらい忘れた、その期間中の、俺まあの産婦人科の医師、専門のドクターではないので医学博士ではあるんですけど、嘘だよっていうな、あのカツラかぶってます、ひげ、はい、は白いでしょ、ね、医学博士ですから、分かんない、妊娠中の前後の数期間っていうのは生理がないらしいんです、生理反応が女性にはないから、その 昔のあの男の土着の考えでは、生理っていうのは不浄なもの、汚いものとして、あの妊娠の前後の、妊娠出産前後の、まあある一定の期間中は生理現象でメンスがないので、あの女性が崇高なもんになるというので、そういう妊娠中の女性のこういう木彫りが多かったという歴史上の事実があって、えそれってちょっとジェンダー問題っていうか、なんていうの、女性蔑視の観点から見るとなんじゃないの、ちょっと角生やして鬼になって怒っちゃうけど、あのじゃあ妊娠してない女性は汚いのっていうことになる意見もたくさん多々あろうと思うんで、まあそういうね、昔の古来の記録として、昔からの伝統じゃないな、なんていうの、その風習の記録としてちょっとこの持ってんだけど、部屋の片隅に置いてんだけど、夜中目が覚めてパッとこれが立ってるのを見たら、ギャーとか言うかなと思ったね、玄関に置いた方が魔除けになるのかなとか思ったんだけど、意外と俺一緒に生活しててそんなにびっくりしない感じで、まあそういう感じで、宇多田ヒカルちゃんか、あれね、あの宇多田ヒカルちゃんのポン引きとして
あのスナックママの宇多田ヒカルちゃんにスナックのママやらしてって、あの推測の話、ね、推測っていうか、まあ、なんていうの、頭の中のスペキュレーショントークで、詩弁的なな、頭の中で、あの昔はよく、最近まであの妄想で話してますけどとか、憶測のみで話してますとか、まあ、推測で話してますとか、まあ、そういう頭の中でだけ考えたこと、机上の理論ですけど、あの机の上の理論ですけどとか、そういう言い方あるんだけど、他にも日本語って言い方があって、詩弁的な、あの詩弁的な話し方をさせてもらうと、頭の、あの思うって字に、あの弁論の弁で詩弁ね、英語で言うとスペキュレーティブっていうか、スペキュレーションって言うらしいんだけど、俺あのネイティブな発音苦手なんで、スペキュレーティブトークでのみ話してます。詩弁的な会話をのみで展開しておるんで、まあ それによると俺のな、あの詩弁的会話によると、今のこの動画がな、詩弁的な会話、宇多田ヒカルちゃんのあのポン引きとして、あのなんていうかな、スナックママとして働かせて、外国人のアメリカ軍兵士が、例えば宇多田ヒカルでスナックママにちょっとちょっかい出しそうになったら、ちょっとうちの驚くさんに勝手に慣れ慣れしく触れてもらっちゃ困りますよって、あの若い衆のブロック講師で、ちょっとあなたに賠償金払ってもらいましょうかねっていう、あのそれって指定暴力団の手口じゃないのとか思うんだけど、まあそのスナックで働くあのママさんたちの労働環境を守るっていうね、労働環境をしっかり守ってあげるっていう、そういう立派なお仕事の人を、あの芸能界との黒い関係、芸能界とタレントの黒い関係とか、まあその指定暴力団と芸能界つながってんのかとか言われると、またそれあれ、その理屈どうなのって、あ俺の脳みその中の自然的な考えだけで話してますんで、じゃあちょっとあの今日何初心者ギター教室だなんて言ってるけど、どうしようかな、ちょっとあの毎日黄色いの着てるとちょっと眩いぜ、で眩しいぜとか言われると目がチカチカしちゃうとか言われるといけないんで、この前ちょっと一昨日かな、まあイベント行ったんだけど、イベントでドリンク5本頼んだら景品でおまけもらっちゃった、5本もあのジュース頼んでくれるんだ、ちょっとあの T シャツあげるって言われて嬉しいよ、なんか こんな T シャツもらっちゃったな、ちょっとこれをちょっと着ちゃおうっていう、早速着ちゃった経緯ね、大事に取っとけいいのよね、ちょっと、まあ、ステージ衣装にヒッキーだから、引きこもり人間だから、ちょっと、まあ、そんな風に言われると思わなかった、ちょっとな、あのこういう壁の反射で音がちょっといいように取れるかなという実験で、あの響きがね、反射音がどういうマイキングがいいんだろうとかよ、俺医学博士らしいんだな、違ってるから、まあいいや、
るとこ間違えちゃったみたいだよ。これだったら、まあ失敗、ちょっとポイント間違えました。弦の、あの押さえるとこ間違ってました。こうでした。こうだな。
だいぶ寝起きで、あのアルコールは昨日は飲んでないはずなんだけど、一昨日はだからアルコール、あ、ジュースはあの一昨日は5杯と5本と、まあちょっとちっちゃいコップでキュッと飲んだぐらいで、まあ昨日はアルコールは一滴も多分飲んでない、あの呼気からは検出されないんですが、今朝起きがけに SNS でめちゃくちゃあのとってもあの支離滅裂な発言を繰り返して、あのスージーに迷惑かけて、スージーごめん愛してるからちょっと許してちょっと俺のなんか姪っ子なんだけど、あのスザンヌさんに、あの山本さんって言うんだけど、あの勝手に親戚扱いしてすいませんって山本っていう関係は大体あの清和会、清和会じゃない、清和系の名字で、まあ源氏なっていうかな、いや違う違う、清和源氏っていう、まあ名字のなんかあるらしいんだな、俺調べちゃったんだよな自分でな、なんか気になっちゃってさ、だけど俺のおふくろ池上っていうから平家なんだ、源氏と平家結婚することってまあ世の中にたくさんあるんだろうけど、まあ俺源氏タイプなのか平家タイプなのかっていうとね、えどうあの SNS 発言を枕くつけて言い訳しちゃおうかなと思って、まあその昔のあのなんていうかな、さっきのなんていうのポン引き話から、これなこの解約しないで改ざんしないでどうこう申し訳つけてくれるんだって言われると、どうしようかなこれな、困っちゃったなと思って、まあ昔のミュージカル映画でカンカンっていう
あのミュージカル映画があって、悪徳弁護士が、あのキャバレーの踊り子さんたちに結託してものすごくあの大活躍するっていうミュージカルがあったらしいんだけど、俺サントラしか聞いてないからどんな話か知らないな、それちょっと参考にしてみたいんだけどっていうミュージカルか、ちょっとなんか歌であの劇が繰り広げられるとなんか臭い劇見ててなんかこっぱずかしくて真っ赤になるかなと、もしかして感動するのかなと、まあちょっと詩弁的会話のみで展開された動画でした。初心者ギター教室いいのかっていう。はい、どうも。